時計の針は22時30分を回りました。外は雨。僕が初めて出演するときに雨、始まりはいつも雨ということで、私は嘘をつきました。外は雨は降っておりません。毎日毎日動画を投稿する中で数足しで出してきたこのコーナー、裏野に任せっぱなしでしたが、今回初めて僕が出演させていただきます。ロリコンバンは松尾田です。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。クールな感じで今日始まりましたね。あ、いつもの声です。僕は常にこの声です。ロリ紳士です。ね、やっとね、やっと来てきましたよ。来ました。北海道さん、チョコリさん、に続きね、はい、今日もね、いろんな多分お題が出てくるかと思うんですけど、松尾さんはもう頭の回転が早いからもうボンボン出てくると思うんでね。話には聞いてましたけど、はい、何も考えてないんですよ。いやいや、アドリブなわけですね、やっぱりね。そのアドリブがいつも面白いですから。いや、僕は面白いアドリブ言ったことないでしょ。いやいや、なんでそんな嘘つくんですか。いや、大体面白いじゃないですか。準備時間欲しかったな。というわけでね、今日は、松尾さんがね、ゲストに、来ていただいたということでね。はい、それでは参りましょう。飽きてるの？オールナイトで一本。テレテッ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 テレッテレテレテレンテレンテンテン。はい、というわけで早速始まりました。アクテルのオールナイトで一本ですけどもね。早速始まりましたってなんですか。そういうなんかラジオの感じを出してるんですね。こんな感じなんですよ。なるほど。なんでこんな感じです。わかりました。はい、松尾さんもね、今ちょっと忙しいですもんね。いろいろと忙しいです、ね。はい、これね、収録してるけど 5月28日なんですけど、明日から東京にね、久しぶりに。うちのマンション、新宿にあるマンションもね、なかなかずっとね、行ってないから。そう、家賃だけ無駄に払ってたっていうね。ですね、高級マンション。いや、高級でもないですよ、普通じゃないですか。いや、でもみんなね、その場所言ったらえってなりません？なります ね、うん。あんなところですか。あ、そう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 、ね、そう、コンシェルジュいるからね、常に。そう、見え張ってね、本当はもうあれですよ、もうカツカツですよ、ね。昔通帳見せてもらいましたけど、そこが助けたか。そういう語弊があることを言わないでくれます。見せてもらったというか、お前が勝手に見たんやから、あれは。そうそう、お前勝手に見たんやから、それは。セブンのね、セブンの ATM でちょっとついていて、横ちらっと見たらね、たまたまその桁が見えちゃってね。あれ、あの時って桁何桁ぐらいあった？すごい桁ありましたよ。あ、そう。私って見たことないような桁でした。いや、あれは会社の口座やから。あ、まあ、それはあるでしょ。個人のはね、そんなにないから、言っても。いや、だって個人事業主じゃないんで、うち法人なんで、会社から給料もらってるんですよ、僕。代表取締役なんで。言いますよね。そう、役員報酬なんですよね。だからそこは自分で設定できるんで、よく勘違いされるのがね、会社の売上イコール僕の収入ではないので、そう。まあでも僕の収入ってもそこら辺の開業医以上には稼いでますけど。いや、そりゃそうですよ。いつも僕らもね、いろいろと買ってもらったりとかね。そう、よう買うよね。チョコリとかにも、だってもう20万、20万じゃ効かない。あいつ200万ぐらい使ったね、あいつね。そう、モニターをね、また新たに。そう、モニターも2つね、なんか1つでいいかって言ったら2つくださいみたいなこと言いやがってね。2ついるモニター。ステレオやないんやけん。そうなんですよ。モニターがね、ついてるとこ見たことがない。これ使ってないよな、多分。でね、お前もそうや、はい、スイッチライト買ってやったやろ。ああ、そう、買ってきたね。うちのカードでね、こう買ってきていいよって言ったらさ、はい、勝手にお前なんかケースまで買ってきたやろ。そうそう、なんかね、ケース買っとかないかんかなと思って。いや、人の金でね、お前もう。まあいいけど、スイッチぐらいの金額やったら。いろいろね、話したいことがね、いっぱいあるんですけどね、ちょっと終わっちゃうんでね。はい、行きましょう。はい、早速お題のコーナー行ってみたいと思います。アクテルのオールナイトで一本。じゃあ、はい、早速始めていきたい。早速始めるんやね。なんか早速って言うんですよね。はい、ラジオネームポツコン3号さんからいただきました。今回のお題は2100年に発売されます新型 iPhone の新機能は何ということでね。松尾さん、大丈夫ですか。大丈夫じゃないよ。大丈夫なわけないやろ。じゃあ早速参りましょう。2100年に発売されます新型 iPhone の新機能は何。ベータが再生できる。ベータって。若い人分からんよね。ベータと VHS 戦争ね。多分ね、チョコリさんも分かんないと思うんですよ、ベータとか。ベータ分からん。VHS じゃなくてベータね。ベータ、うん、知らんしょ。知らんすね。ね、ビデオテープ、ビデオテープって言ったらね、VHS かベータっていうのが2つあってね。そう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 、結局 VHS の方が勝ったんよね。生き残ったんすね。そう、生き残ったん。わ、いまいちや。もう一回行こう。次行こう。じゃあ続いて2個目いきましょう。2100年に発売されます新型 iPhone の新機能は何。オートリバース。
そう、めっちゃベータに近いやつじゃん、大鳥羽。いや、なんかそう、ずるいですよみたいな言い方すんなよ。この短時間で考えたんやねん。しょうがないやろ。大鳥羽、懐かしいね。大鳥羽がなかったらね、いちいち開けてひっくり返さないかんからね、あれカセットテープね。結構我々世代にはですね、そうそう、大鳥羽はね、ね、あれはすごかったね。メタルテープとかもね、あメタルあったね、ちょっと高いやつね。そうそう、うわちょっと難しくないかこれ。いいとこついてくるわ。じゃあ続いて、はい、3つ目参りましょう。はい、2100年に発売される新型 iPhone の新機能は何？膨らんで爆発する。それあの二階堂さんのパソコン。そうそう、二階さんのパソコンさ、あの MacBook がさ、あのドラ焼きみたいに膨らんどったもんね。そうそう、もうつい最近、昨日ですか、バッテリーが破裂するかと思ったよあれね。そう、あんな破裂ね、膨れるんですね。ねえ、びっくりした。びっくりしましたね。でもやっぱ金持ちはやっぱ違いますよね。もう次の日に、うん、もう購入したと。まあ、200万ぐらいね、200万のしたって言ったね。購入したってやっぱすごいわ。あっても女の子で一本。はい、ということで今回はですね、レムちゃんの白むくバージョンの抽選になります。大変お待たせいたしました。86件の応募がございました。その中から1件、お一人ですね、になります。ランダム抽選押しますと、ここに出てきてその方が当選ということになります。いきますよ、せーの、ドン。じゃがりこさん、おめでとうございます。この動画公開後1週間以内にご連絡をいただければと思います。よろしくお願いいたします。もしね、あのずっとご連絡いただけない場合は当選取り消しになりますので、よろしくお願いいたします。ということで次行きましょう。はい、続きましてこちらでございます。三坂美琴のフィギュアの当選者発表、こちらも1名様でございます。2名の予定だったんですが、 1個はね、二階さんにあげちゃったんで、こちら1名様ということになります。で、応募総数72名、お名前はこちら全部入っておりますので、はい、行きます。で、1人ですね、ここに抽選されますので、行きましょう、せーの、ドン。アニオタの遠藤さんですね。アニオタの遠藤さん、おめでとうございます。アニオタの遠藤さん、とあるアクセラレーターとレールガン握り楽しみ、めっちゃ楽しみということでね、僕へのメッセージじゃなくて、なんかタメ口でありがとうございます。ということで、この2名様ですね。大体動画公開後1週間以内にご連絡をください。何もご連絡いただけない場合は当選取り消しとなりますので、よろしくお願いいたします。ということで、抽選以上でございます。ブラノンお返します。パステルの女の子で一本。4つ目いきましょうか。はい、2100年に発売されます新型 iPhone の新機能は何？アベノマスクが作れる。その時におるかわからんけど、アベノマスク、そう、あのアプリがあってマスクが出てくる。なるほど、2100円だからがもう入ってる。なるほど、 iPhone からで何でもできると。そう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 、なるほどなるほど。いや、わかんないです本当にね、そういった時代が来るかも。そう、買った方が安いや、絶対。うわちょっと難しいな。そうでしょ、結構ね、皆さん、私もそうですけど頭悩ませるんですよ。なんかね、こうお題はいいなと思ったんですよ。お題は面白いと思います、ね、お題は面白い、うん、でも難しい。それではですね、最後でございますね。はい、5つ目でございます。2100年に発売される iPhone の新機能は何？電源もと同じ機能がついてる。電源昔の電話。あったでしょ。電源もっていう。そう。昔パナソニックでしょ。そうそう。電源も。そう。覚えてます。いや、チョコビとか絶対知らんやん。で、デンヤモンとかね、あのテレックスとかね、なんかあのいろいろあったんですよ。あのファックスと一緒になって、あのテレックスあったでしょ。30代やっぱ前半中盤ぐらいの人じゃなくて分かんないですねこれ多分、ね、はい、でもデンヤモンはもうデンヤモンって僕も何がどういう機能か知らんけど、デンヤモンは覚えてるんですよ。そう、いや懐かしいなねえ。パナソニックですよ、デーモンはね。確かパナソニックやったと思うけど、いや松下電工とかね、あ、そうナショナルとかの頃ですよね、だから、今でさえね、なんかその iPhone とかで音楽聴けますけど、昔はなんかね、そうウォークマンとか、ウォークマン、ね、今もウォークマンありますよ。あるんですね、今もね。ウォークマンあります、iPod と同じような感じになってます、うん、そういうので音楽とか聴いてましたから。カセット型のウォークマンですよね、だから、あ、言うなら。そうそう、カセット型ですね、はいはいはい。CD 型のウォークマンもありましたけどね。あ、飛ぶんですよ CD が。そう、置いてないとね持ち歩けないです。だから今すごいコンパクトですよ、性能もいいし。いや懐かしい、今日は懐かしいものがねいっぱい出てきましたけどね、はい、うん、ということで2100年に発
売される新型 iPhone の新機能は何ということですね。松本さんに答えてもらいました。もうこれさ、終わったらやっぱへこむよね、なんかいまいちじゃない、なんか。いや、前もってね、やっぱお題言っといて、ある程度準備期間があれば、うん、そうよね、うん、あの皆さん納得いくと思うんですけど、電源もんって何よ、クソみたいな答えやん一つ面白くないやろ、そんなもん。いや、でもね、忘れてました、電源。いや、そうやろね、言われてね、あ、そういえば、そうやろね、あったって思う。ドデカフォンっていう回答もあったんですけど、ちょっとね、どうかなっていう、そのオートリバースが出た時点でドデカフォンはちょっと近すぎるなと思ったんで。確かに確かに、あ、確かにですね。昔はなんかそういったなんかね、へんてこな名前のねやつがへんてこな名前かね、ドデカフォン、電源モンとか。あ、電源モンはそうやね、うん、テレビデオとかね。あ、そう、テレビデオ、テレビデオってありましたよね。あったっすね。そう、ビデオがね、入るやつ、テレビデオ、なんかそういうなんか時代ですよね、なんかね。そうなんですよ、今の人は恵まれてますよ、本当にね。今の人は恵まれてますよってさ、iMac 目の前にして言うかねそう、お前のやろそう、目の前に今そうお前、よう言うね、そんな。それ持ってなくて、なんか今でも不便だったらまあいいけどお前もその恵まれとるうちに入っとるわけやから。若い世代がほら、もう当たり前じゃないですか、なんか携帯電話だったりとか。はい、僕らの世代ってなかったですもん、そういうの。待ち合わせしてましたね。うん、そう、家の電話使って、そうね、電話かけたりして。そうですよ、だって僕あの最初ね、好きな子ができた時は相原明子ちゃんですよ。相原明子ちゃんに電話したら、お父さん出るんですか絶対。いや、そう、家の人出るんですよ、ね、明子ちゃんいますかって言わないといけないんですよね。そうそう、もう嫌でしょ。そう、まあ、あれがね、たまらんかったんですよね。もうドキドキですよ、電話。そう、電話する時めちゃくちゃ緊張するんですよ。で、待ち合わせ場所もね、時間とかしっかり決めとかないとね、すれ違っちゃうからね。そう、待ってて連絡手段がないんですから。ないんですよ。だってね、じゃあ公衆電話からかける前に言っても、家にいなかったらもうどうしようもないんですよ。そうです、そうです、うん、J リーグポケベルとかね。 J リーグポケベルありましたよね。 J リーグのポケベル、 J リーグポケベル。へー、ポケベルがね、使ったことないんですよ。あ、僕もないです。二階堂さん使ってたみたいですけどね。あそこはもうボンボンです。ボンボンやからね、あそこ。だってもう小学校ぐらいの時ですよ、一番流行ったのってポケベル、はい、小学生がポケベル持たないでしょ。持たないです。いや、うん、だから分からんのよ。そうなんですよ。そう、なんかね、みんなね、ダイヤルでなんかアイウェイとかあるんでしょ。だから、はいはい、コメニコメニとか、ね、そう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 、そうで、だからあれですよ、僕がね、携帯を持ってた頃はまだ着信音なんてなかったですから、普通の音だけ。そうです、そうで、メールもできないっていうのが最初のね、方の一般的な携帯で、何万円もしたっすよね、あれでもね。高かったですね。高かった、高かった。で、中学卒業して高校になって、なんか三和音が出たみたいなね、あの着メロとかを自分で入力できるようになってね。そう、本とかもね、出て。そう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 、歌本ね。そう、歌本。歌本はでもね、僕着メロじゃなくて、僕はあの弾き語りするために買ってたんで。ああ、そう、なるほど。まず今日はありがとうございました。とんでもない。最後に皆さんにこうあります？ないですよ、何もないいや、ないですよ、どうせそんなに見てないんで、多分そんな人数見てないでしょ。というわけで、今日は松本さんありがとうございました。さよなら。どうもー。カクテルとオールナイトで一歩。第5回目のオールナイトで一歩は、なんと松本さんゲストに来ていただきましたね。やはりね、我々世代には非常に懐かしいお題の回答だったので、非常に面白かったですけどね。第6回目はですね、あるかどうか分かりませんけども、また次回お会いできれば、またお届けします。それでは皆さん、それまでごきげんよう。さよなら。バン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 今までごきげんよう。ババンババンバンバン。チャンネル登録しろよ。ババンババンバンバン。コメントもかけよ。ババンババンバンバン。筋トレやれよ。ババンババンバン。違うよ、違うよ、奥さん。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。